一つのポイントでもあるとは思うんですが、初球からいった。1時間45分遅れ、ショートゴロ、村林、ワンアウト。スタートの構えだけ、フライが上がった。セカンドに任せます、小深田。インコースをスリーアウト、三振でスリーアウト。速いボール押し込んだ。上空は今ほとんど風はないというような状況です。ワンボール、ツーストライク。カーブで行って前に出された。左中間です。センターの辰巳、追い込んだ後、速いボールは見逃しの三振。バットが出てほしいですね。まずは1点を取ってもらって、野口は三振です。今度はスリーアウトの三振です。前のイニングから連続三振。若月、野口、抜いたボールは右方向正面です。初球打ちはセカンドゴロ、小深田。この回も進めています。岸孝之、詰まった。センターの前は辰巳が突っ込んで追いついた。ここ出ると一気にそこで集中打を浴びせるという、ね、今度はレフトフライ。今日先制ホームラン、ヒットでつながることということですよ。ただそうはさせなかった。低めの押してるか、押してる分。ああ、これもまっすぐ来た。見逃しの三振。まっすぐ打ってます。タイミングがありませんでした。野口、スリーアウトの三振。今日は2三振です。初球狙ってフライが上がった。キャッチャーの住谷、スリーアウトです。1対0という。ショートゴロ、村林、速いスローイング、ワンアウトです。追い込んだ後、速いボールです。チェンジアップではありませんでした。ライトフライ。ほぼ森だけはやっぱりこう狙ってくるんで、ここはそうですね。ただ森が内野フライ。サードフランコ、6回に岸がすごくいいピッチングしているので、はい、止めたバット、ピッチャーゴロ。不安な状況です。こすったような打球。今日2台目のボールは引っ張った。当たりはいいんですが、壁の正面、スリーアウト。11年目、抜いたボール、センター返し。前に守ってみました。何も考えてないわけじゃないけども、まあ、センター後方、辰巳、トゥーアウト。止めたバットをショートゴロ、村林、スリーアウトです。やっぱりでも今の時代はね、ランナーがセカンド、小深田。いよいよ100試合目、岸孝之。バットの先、ピッチャーゴロ。ツーアウト。フライアウト。スリーアウト、試合終了。1時間45分遅のゲーム。見事に岸孝之、2シーズンぶりの完投シャットアウト。今シーズンチーム100試合目、チームとしても今シーズン初の完投。